皆さん、楽しい紙芝居を始めますよ。の音がしたら抜いてくださいね。みなしごハッチは今日もママを探して空を飛んでいました。ずいぶん長いこと飛んでいたのでお腹がペコペコ。もう飛べないや。どこかに蜜のたっぷりあるお花畑はないかな。その時突然、おい、何をフラフラ飛んでるんだ。だらしがないぞ。大きな声にハッチは飛び上がりました。あー、驚いた。君誰？僕はアシナガバチのノッポ。ハチってものはもっと胸を張って飛ぶもんだぜ、ミツバチ君。ハッチは腹ペコで飛べないと言いました。いいところへ連れてってあげる。来いよハッチ。ハッチはノッポの後についていきました。しばらく行くときれいな花畑がありました。ハッチは嬉しくなりました。ここはハリー爺さんの花畑さ。さあ、遠慮しないで蜜を飲めよ。うん、いただきます。蜜を飲みながらハッチはハリー爺さんというのは誰だろうと考えました。その時ノッポがハッチの肩を叩いて言いました。おいハッチ、あれがハリー爺さんだよ。なんだあの虫は。大きなお化けがこっちへやってきます。あれは犬さん。ハリー爺さんは大きなエアデールテリア犬です。犬を初めて見たハッチはすっかり驚いてしまいました。ハリー爺さんは死んだご主人のお墓の周りの花畑を守っているのです。ハリー爺さんとノッポは言葉が分かりませんが、それでも大の仲良しです。僕は爺さんのために花粉を運んで花を増やしてあげてるんだ。ハッチは蜜を吸うのに夢中でした。ふう、お腹がいっぱいで動けないや。心がどうでしょう。ハッチはいつの間にかクモの巣に引っかかっていたのです。助けてもがけばもがくほどクモの糸は体に絡みつきます。うまそうなごちそうが引っかかったぞ。クモはじりじりとハッチに迫ってきます。ノッポは急いでハリー爺さんを呼びに飛んでいきました。ハリー爺さんはハッチの引っかかったクモの巣に伸び上がって手を伸ばしましたが、もう少しのところで手が届きません。突然何を思ったのかノッポがハリー爺さんのお尻をチクリと刺しました。飛び上がったはずみで爺さんの顔がクモの巣に引っかかり糸が切れました。おいぼれ犬め、覚えている。クモは悔しそうに叫びました。二人ともありがとう。ハリー爺さんごめんね、仕方なかったんだよ。ハリー爺さんはお尻をさすってノッポをじろりと睨みました。その晩、花畑で怪しい音がしました。ガサゴソガサゴソ。昼間のクモが仲間を連れてきて何かやっています。朝になってみんなあっと驚きました。お花畑がめちゃめちゃなのです。ハリー爺さんは腰を抜かしてしまいました。きっと昨日のクモが鹿爺にやったんだ。
ハッチとノッポが一生懸命慰めてもハリー爺さんは元気になりません。今夜あいつを絶対に捕まえてやるぞ。ハッチは眠らずに一晩中見張りをしようと思いました。夜になりました。ガサゴソガサゴソ、雲がやってきて花をかじり始めた途端、こいつめなんてことするんだ。ハッチとノッポが飛び出して雲を針でチクチクと刺しました。コブだらけになった雲は簡単に伸びてしまいました。ハッチとノッポは倒れた花を起こし、つっかえ棒をしておきました。明くる朝、元気になったハリー爺さんとノッポに別れを告げて、またハッチは旅に出ました。それから幾日も幾日も雨の降らない日が続きました。池の水はすっかりなくなり、草は枯れ、虫の死骸があちこちに転がっていました。喉がカラカラだ。水が欲しい。誰か水を。そう言うとハッチは気を失ってしまったのです。どれだけ過ぎたでしょう。霞んだハッチの目にひらりと光るものが見えました。それはホタルの少女でした。水をお願い。倒れているハッチを見て蛍はしばらく考えていましたが、心を決めたように水筒を差し出しました。ありがとう蛍さん。ハッチは一息に水を飲み干しました。親切な蛍はムーンという名前でした。この池にはたくさんホタルが住んでいたのよ。でも池の水がなくなってみんなよそへ行ってしまったわ。ムーンの家には病気のママが待っていました。ムーン、水をほくれ。ハッチの胸はキューンと痛みました。ムーンがママのために汲んできた水を僕は飲んでしまった。ごめんねムーン。僕、この近くに大きな沼がありますが、そこに恐ろしいガマがいるので誰も近づこうとしません。ハッチはどうにかして水を探そうと思いました。夜中、ハッチが目を覚ますとムーンがそーっと外へ出て行きます。一体ムーンはどこへ行くのかしら。ムーンの後についていくと大きな沼が見えてきました。ムーンが沼の水を汲もうとしたその時、のっそりと恐ろしいガマが現れたのです。ガマがムーンに襲いかかろうとした途端、ムーン逃げろ。ハッチがムーンの手を引いて飛び上がりました。ギョッギョッ。ガマは悔しそうにハッチをにらみつけました。怖かったわ。ありがとうハッチ。ムーン無茶だよ。一人でこんなところに来ちゃ。ムーンのママは手術をしなければ死んでしまうかもしれません。
でも水がなければ手術ができないの。よし、また明日の朝来てみよう。そして次の朝、ハッチとムーンが沼へ行ってみるとどうでしょう。人間が大きな鉄の機械でたくさんの土を運んできました。沼はみるみるうちに埋められていきました。ハッチとムーンはとうとう水を汲むことができなくなってしまったのです。今日も雲一つない空にお日様がカンカン照っていました。しょう、お日様のバカ野郎。ムーンとハッチは一日中水を探して歩きました。ムーンのママはとても苦しそうでした。死ぬ前に一度ホタル祭りが見たい。ママ死んじゃいや。ハッチは空の腰に言いました。ママ僕どうしたらいいの。ムーンのママは死んでしまうよ。ハッチの目から大粒の涙があふれ土の上に落ちました。それがだんだんたくさんになり、ポトリポトリ、あ、雨だ雨だよ。ハッチの涙と一緒に空から雨が降り出しました。嬉しいわ、ママが助かるわ。たくさん降って。雨は激しく降り、池にはたっぷり水がたまりました。やがてたくさんのホタルが戻ってきて、池はとてもにぎやかになりました。今夜はホタル祭り。うわー、きれいだな。楽しそうに踊るムーンを見ながら元気になったムーンのママが言いました。早くママと暮らせるといいわね。決してくじけてはダメよ。ハッチ、踊りましょうよ。ホタルの提灯が水に映ってとてもきれいです。踊りながらハッチは明日こそきっとママを見つけるぞと心の中で思いました。